クロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。クリリンたちもどうだ、一緒に。俺はいいよ、無天老師様と自分のペースで修行すっから。そうか、わかった。見ろ、何かいるぞ。あれが攻撃したんだ。ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか、いいだろう。だが、わざわざ移動することはない。やめろ。貴様。誰もいない場所を作ってやろうと思ったのだが、どうやらここは気に入らないらしいな。見てこい、二人ともぶっ壊してやる。一番肝心なこと調べ忘れちまったらしいな、おめえ。二人とも手を出さないでくれ。こいつらの一番の目的はオラらしいかんな。なるほど、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだな。不思議な技だ。計算した数値をはるかに超えている。だが我々が慌てるほどのものではない。私は当然として19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。何をしても無駄だ。何をしても無駄だ。逃がさない。ジャックは
何をしても無駄だ。オラの本気を許してやる。すごい、なんという強さだ。あれがスーパーサイヤ人。俺たちとはまるで次元が違う。そうか、何をしても無駄だ。オラも上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人な、上をな。始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はセルってやつでしょうか。相手の気が感じらんねえ。多分人造人間たちだ。言っても無駄だ、ごわん。今のまんまじゃレベルがちげえすぎる。足手まといになりてえか。お父さん、セルが動き始めたよ。今のオラたちじゃレベルがちげえすぎる。ピッコロの足手まといになるだけだ。まだか、ベジータ、急いでくれ。これが完全体か、素晴らしい。
さあ早くセルゲームを始めるぞ。どいつからやるんだ。やはり孫悟空、お前からやるのか。あ、そうだ。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い！どうだ！オルコだ。逃がさん。せよ。さあ、行くぞ。めー。めー。ああ。本気でやらしてもらうぞ。逃がさん。せよ。こいつはどうだ。やあ。さあ、行くぞ。逃がさん。せよ。めった降参だ。おめえの強さはよくわかった。オラはもうやめとく。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえ さあ行け、セルジュニアたちよ。あの岩の上にいる7人が相手だ。恐ろしく強いぞ、こいつら。くそったれ。みんな、すまねえ。こんなはずじゃなかった。
ぞ。本気でやらしてもらうぞ。やめてくれって言ってるだろう。よーし、セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していいぞ。何をしている。とどめだ。すぐにとどめを刺せ。もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。18号だ。18号を吐き出した。許せん、許せねえ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。くそ、僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。悟空、やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前、まさか。悟空、ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんに、すまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。お父さん。
わーはーはー、ばばばか、そんなやつ連れてくるな。あ、悪いか、王様、ここしかなかったんだ。くしゃいつかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。バイバイ。ここは武道会場。ベジータ、おめえはオラに本気出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくし、あんなことをした。違うか。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことで、こんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人、こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながら、この俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。アビディ、周りに誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。早く終わりそうにねえな。行くぞ。こうしてやる、カカロット。シュー。
勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ベジータ、さっさと殺しちゃえよ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なこと言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。おい、許さねえぞ。耐えきれぬ。それやっても無駄だったろ。いや、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。どうなっても死ねえぞ。
っても死ねえぞ。さっとやろうぜ。俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。勝負はこれからだ。トランクスの木が早く動き出した。西の都を離れ始めたな。もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか、うん、わかった。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早くやよかったんよ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。うん。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。見つけたぞ。ベジータ。よこせ、早く。あ、ベジータ、やろうぜ。よこせ、早く。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。ほら、ダメ、焦りすぎだ。少し本気出すか。
カカロット、すごいやつだよ。お前はなんとなく分かってるんですけど、なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるかと思っている。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれがあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しむために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。だがあいつは違う。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために限界を極め続ける。だから相手の命を出すことにこだわりました。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたら、頭に来るぜ。大好き、優しいサイヤ人の手を。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。せずとどめを刺してしまえ。俺もさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。1分間俺がなんとかやつを食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。
海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。ベジータ、たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。ウーガイティじゃ、いくらちょっとずつ元気を生き返った地球人みんなから集めたって、少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙人にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。なんなベジータ、見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ、頼む。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して。待ってんかな。ほら、もっともっと腕上げて。またな。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。ご飯と御殿と家族4人で。お、早くパオズ山に帰って父の手料理が食いてえぞ。なんだよ父、どうしたんだ。